まん延防止等重点措置の要請を県にお願い、要請することが必要であり、初望ましししいいことと判断いたしまして郡山市では、きのうまでの直近1週間で、人口10万人当たりの新規感染者数が44.32人と、感染拡大が続いていることから、 今日、まん延防止等、重点措置の対象区域とするよう県に要請することを決めました。また、福島市と会津若松市も今日県に対し、まん延防止の対象に加えるよう相次いで要請しました。これを受けて内堀知事は今日国が明日、福島県にも適用する。見通しのまん延防止措置について。 すでに要請を受けていた南相馬市といわき市に加え、福島、郡山、会津若松の3つの市を対象区域に追加する考えを示しました。早く、強く、限定的に、地域を限定することで、感染拡大を大きく抑え込んでいきたい。 内堀知事は、対象を5つの市に限定する理由について、県内の今月の感染者数のうち、6割余りを5つの市で占めていることを挙げましたその一方で、さらに福島県内の感染が急拡大していくという場合には、今後さらに自治体を増やしていく、あるいは全県適用というものも、残念ながら視野には入りうると考えております。 県によりますと今回のまん延防止措置もこれまでと同じように飲食店の営業時間短縮の要請や不要不急の外出自粛要請などを想定しているということですこうした中、県内ではきのう郡山市で過去最多となる45人など合わせて150人の感染が確認されました入院は279人でそのうち重症は1人 宿泊療養は194人、自宅療養は304人、病床使用率は38%に上昇しました。県によりますと、県内では新たに5県のクラスターが発生し、そのうち1県は相馬市の小学校、3県は藍津若松市の小中学校で、学校関連のクラスターが増えているということです。